れたね今日も。というか今日が土曜日っていうことをね全然気づかなかったというか、今日土曜日なのにさ公演なかったじゃないですか。だから土曜日感がないというか、そうというか、なんか今日はノーパラのリハをねステージでしてきたので、そうちょっとねクタクタって感じで、あのお家に帰ってきてからはもうなんかずっとソファーに座っていました疲れちゃいましたね。こんばんは。そうそう、楽しみが近づいてきてそわそわしております。楽しみですね。あ、明日のマイルチャンピオンシップまだ決めてないや、やばい。今日は土曜日だから明日がねラジオなので、皆さんこんばんは。あのさ、そうハリーポッターまた見始めちゃいました、一から。ズッキーさんありがとう。ハリーポッター好きなんですけど、また一から見始めたんだよ。今3まで見た。そう、ルメールさん来る気がする。前回のあれでやられてないかな、メンタルしてないかな。でも割れてます。あ、割れてない、ん、割れ、ん、んと割れてる、割れてますね。だってあ、クリちゃんさんありがとう。皆さん決め、明日のマリオマイルチャンピオンシップだって4倍、5倍、8倍。でもまだか、これからか、明日になってみないと分かりませんよね。ギリギリまでオッズ変わるから。あ、一番人気ルメールだね。そうね、やっぱそうですよね。どうしようかな。あ、ありがとう皆さん。クマがいっぱいで可愛い。確かにね、ルメール入りそうな予感はするよ。タケさん、ノリさんいますよ。え、マテンロースカイ、ナミュール、またアリのアルナシーム、3連単安い。あ、そうなの。アルナシームは12番人気だ。なんでやっぱあれか、前回がフジステークス苦着か、中京、ん、中京記念1着取ってますからね。でもアルナシームも結構今回調子良くないのかな。ソウルラッシュ、エルトンバローズ8番人気です。毎日王冠も3着、中京記念3着。エルトンバローズやばいね、なんか思い出がすごい増えていってる私の中で。すごい、私がさ仕事、競馬仕事して毎日王冠と中京記念でさ、あ、毎日王冠、あ、そう、中京記念もそうだけど、なんか思い出の馬が、競走馬が増えていってるすごい嬉しいな。いや、そうだね、ルトンバローズもそうだけど、一着取れてないからね。でも最近はどうしましょうかね。あ、クリショーさんありがとう。なんで、すごいありがとうございます。いっぱい
みんなポチポチありがとうございます。ナミュールで勝負します。チャリンとソウルらしい。なんかでもそんな荒れるかな、硬いような気もするんだけど、どうだろう、ちょっと検索してみよう。マイル CS 荒れるのかどうか、ちょっと検索どうだろう。でももしかしたら荒れる可能性も。ふむふむ、ソウルラッシュもいいという感じですね。うちのババが荒れ気味だから外中心に買いたいという人もいますし、前有利と言っている方もいますし、でも荒れそうだってわりかし。どうでしょうね、わかんないけど荒れる可能性もある。難しい。プラスで終わりたいからな、難しいな。そう、あんまり大きなプラスは求めてない今のところ。いやでも年末に向けてねプラスになったら嬉しいんだけどさ、怖いよねもう私そうね、負けたくないわ本当に。いや難しいんですけど、愛の里さん、ありがとうございます。終わるするときある。荒れるかな。コバコバありがとう。でもね、どうなんだろう。ウィンマーベル？でもなんかあったぞ。マーベルも調子だけはいいよ。だって調子だけはいい、人気はないのかな。あんまり。フジヤン志村子さんありがとう。そうね、まあなんか男気あった方がいいよ、いいとは思うんですけど。ちょっとどうですかね。これは難しいかも。いや予想するのが超難しい。難しい。どうしましょう。荒れるかな。荒れる可能性あるのにどうしよう。何で買おうかな。とりあえずプラスで終われたら嬉しいなっていう気持ちはあるから。そうね、少し見始めて買わないでもありではあるよね。でもちょっと荒れそうっていうのが買いたくはなるよね。逃げ場いないので、わーなるほど。でも前有利ですよね多分。馬場的にもちょっとうちが荒れてるからって。前走から1ヶ月は、いや1ヶ月だったらまだ全然大丈夫じゃないかな。手広く買いたいけどどうだろうね、プラスになるのかな。
でもまあ今回絞るの難しいとは思うんですよね。いや絞って当たるならね、それがそれは一番いいんだけど、なんか本当に軸とか決めてもう外した瞬間もう絶望だよ。でも私はまだ初心者なので本当にショック、軸が来なかった時のショックさがもう怖くて本当に。でもそれがねギャンブルだから仕方ないんだけど、かけなきゃいけないからね。でもね広く行きたいけどプラスになるかっていう話。そうそう、前が残りそうっていうのもあるけど、まあどうなんだろう。新聞はあのネットで見てますね。そう、トースポさんのウェブのサイトでも見れます、会員とか。たけさんとルメールと、まあ、でも機種がいいもねいいよね。うん、そうそうそう、スタートで遅れた時はもう絶望だよ。しみらこさんありがとう、本当にそうなんです。ハイタッチ会で競馬トーク楽しみにしてる。あ、そうね、そうなんだよね、ちょっとそうなんだよ。レーンなんかさ思ったけど、私のレーンに並んで会いに来てくれた人しか私の予想を見れないみたいな感じにしようかなどう？だから私のその机あるじゃん、私がそのいるところにさテーブル置いてあるじゃないですか一個。そこに予想をなんか書いた予想をまあちょっと立てかけとく的な感じで、そう紙に書いといて、まあそれを立てかけといて、その会いに来た人しか見れないっていう予想をね。でもなんかみんなにさ誰でも見れるとちょっとさあの外した時申し訳ない気持ちまだ私初心者だから、まあ、会いに来た人限定で一応愛理の今日の予想を見れるよみたいなそう予想や確かに。でもそんなに参考にするな予想やです、参考にしちゃあもう自己責任だぞっていう予想やありだよね、会いに来た人限定で見れるよっていう、もう本当に本当にここだけの予想ですよっていうね自信ないですよっていういいじゃない、今思いついたけどなんかありかもどうせさ土日ってやっぱさレースありますから。そう、1961ありがとうございます。1961、まあ土日だからその土日ならではの感じでなんか予想、そのメインレースとかの予想をもしあればちょっと書いとくとかもなんかもしできたらやろうかな。そうそう、まあ、G1 はなくとも、まあ、そう G2、G3 でもいいんだけど、メインレース的なあれは予想しようかな。どうかな、いいんじゃない、良さそう。意外と別に競馬はさ知らない人もさ別にあの、まあ、気にしなくていいですし、その予想あの何そのレースの予想をまあ置いといたとしても別にあのスルーしてもらっていいんで、あの競馬好きな人だけあの見てもらえばいいよね
てないから買いに行けない。あのなんか中洲にだけあるらしいんですよ、あれが福岡の中洲のなんかあれなんだっけ名前忘れちゃった。買えるのかな、そこで買えるのかな、エクセル、そうそうそう、有料のとこだけ多分。そうそうだね、そうですね、中洲だよね、そこは。私行ったことないんですけど、買えるのか。まあでも本当そうね、ネットでそうね、入場料かかっちゃうね。そうですね、わかる。スキーは好きなのであえて使っていた。本当ですか、教えてください、ぜひとも。中洲にそうあるんだよね。CP さんありがとう、こんばんは。福岡だけど、そうなのかな。わあ、ロン、すごい。わ、ハリーポッターのスタジオツアーもう一回行きたい。村長の予想聞きてえですもうあれですね、ちょっと参考にはしないでくれっていう感じだけど、すごい。いつなんだっけ。会いたくて会いたくて震えた君。1月25、26。ちょっとわからないね、1月とかはまだわからないけど、一緒の見てるやんね。そうだよね、一緒の見るよね。明日はゆえるさんの生誕祭、夜頑張ります。卒業しました。キーは卒業しました。そうなんだね。じゃあもう予想だけしよう。でも予想だけするとさ、もし当たった時のなんか悔しさあるよね。嫌だよね。首のこりはなんかほぐれてはいるんだけど、マッサージとかも行ってるしね、定期的に。でもなんかもう体、でも毎日マッサージしてほしいぐらい疲れてはいます。結局買いたくなるんや、わかる。明日の競馬も買ったんだ。ありゃ確かに買わない方が当たる。ああ、アナネム、アナネム上映会、
ありますね。確か 1月にあるみたいだよ。18学校の。エア競馬ちょっとね、確かに。やらないときは予想しない。それはいいかも。それがいいかも。なんか私、まあ、最近思ったんですよ。なんかさ、これいいなって純粋に、あー欲しい、もう超欲しい、うわー買いたいなみたいな感情が湧くものって、なんかやっぱ人生でそういうなんか瞬間、ときめき的な瞬間感じられるのってすごい素敵なことじゃん。だからそういうのをさ、やっぱ変えるような人になりたいね。さあ、そう思ってもさ、お金がなかったら買えないじゃないですか。だからさ、欲しいとかいいなっていうその感情を無駄にせずに、その買える大人に、大人でになりたい。お金がさ、こうね、何、ある人は多分もうね、いつでもいろんなもん買えるんだろうけど、そう、まあ何でもかんでも買うんじゃなくて、いいなってこう自分がはーってこうなんか影響、なんかピンとくるじゃないですか。私結構そういうなんか直感みたいなのがピンってこうアンテナが立ったら、なんかそう買いたいんですよ。かわいいとか、綺麗とか、そのいいなとか、そのピンってこうなんかそうアンテナが立ったら、やっぱときめいてるっていうことだから、ときめいたものはやっぱ買いたいなって思うんですね。でもね、そうお金がないと買えないじゃないですか。だからやっぱお金はね、本当に大事だと思ったわけですよ。わかる。欲しいものとかってさ、切りないよね。本当に。でもさ、もう人間っていつまで生きてれるかわかんないじゃん、誰も。本当にさ、後悔なく生きれるのかってすごい不安なんだけど。後悔っていうか、そのめっちゃ頑張ってこう貯金してても、もしなんか次の日もしなんかなくなってしまったりしたら、後悔だよね、超後悔。もっと買いたいもの買っておけばよかったとか、なんか行きたいとこ行っておけばよかったとか、もっとお金使っておけばよかったとか思っちゃいそうなんですけど。ね、なんか欲しいって思ったものを買って、あの時買ったのもよかったなとか思うよね。多分ね。でもさ、物欲とかさ、多分さ、いつかなくなっちゃうじゃないですか。きっと人間生きてたら物欲とかも
なくなっていくじゃん、きっと薄まっていくじゃないですか。その時になったのは多分あれだけど、今なんかその物欲がまだちゃんとある時にやっぱ買いたい、買うことって大事なのかなとか思って、そのためにお仕事をやっぱ頑張ろうって思います。買えるようにお仕事頑張ろうって思う。年齢過ぎたら物欲なくなるみたい。そうでしょ、そうだよね。ああ周年配信金、あ周年配信抽選会、あ周年の抽選会もあるんだよね、24人。あれはみんな何回できるんだ、あの抽選は。欲しいものあんまないかった、すごい強く収まる感じしないけど、いやでもまだ元気な証拠です元気じゃない。いや私ね欲しいものいっぱいあるんだよ、もうなんて言ったって私まだ23歳、欲しいものいっぱいある。ブランド物とか私自分でなんだろう、ハイブランドのバッグとかあんまり買ったことがなくて、まだなんかハイブランドバッグなんか一度人生で一度自分で買ってみたいなとか思ってはいるんだけど、なかなか勇気が出ないね。人生で一度は買いたいね、でも夢で、ブランド物欲しいなとか、洋服とかもあの可愛いブランドのやついっぱい買いたいなとか、そうなんかあの化粧品とかもいっぱいなんかいいやつ買いたいなとか、なんかなそういうのとか、旅行とかもそうわかる、なんか海外行ってみたいなとか、いろいろ休みがないからあれなんだけど、そうなんかやっぱハイブランドって言ってもそのどのハイブランド、どんなハイブランドでもいいってわけじゃなくて、なんか自分が可愛いなって思うブランドのものを買ってみたいなとか、もちろんね自分の好みのもので買ってみたいなっていうのは夢っていうか、まあなんかそう、なんかバッグはちょっとなんかやっぱかっこいいって思います。バッグを購入っていうのはかっこいいよね。でもお母さんとかに言うのよ、お母さんとかに このもう本当にお高いバッグとかこういうの欲しいんだよねみたいな、たらお母さんとかもなんかいいじゃんみたいないいじゃんなんかママも昔は自分で買ったなとか、なんかそういう感じで言われて、結構お母さんはあのそういうのは後押ししてくれる、いいじゃん若いうちだけだよそういうの買えるのみたいなとか言ってくれたりするんで、結構いつも背中を押してもらってますね。何かを買うときに、何かちょっとお高めのものを買うってときはお母さんに一回相談して、あいいんじゃないみたいな感じで言ってくれるものは買います。いやでもいやいらないでしょってなったらちょっとあれだけど、高い時計つけてる男性どう思う？あーなんか私がまだ子供なのかが分かんないんですけど、高い時計とかあんまり分かんないのよ私子供なんでしょうねきっと、うん、未熟者すぎるのか、高い時計とか安い時計とかなんか分からなくてあんまり、いや見たら分かるのかな、キラキラしてるのかな。でもその高い時計をつけてるからといってなんかなんだろう、そこに惹かれるみたいなのは全然ないですね私はね。私はね
なんか私結構、うん、素朴な感じがいいかな別に。なんかそんな、うん、あのお金はそりゃあった方がいいとは思うんですけど、あの借金借金とかそういうお金がないみたいな状態よりかは、もちろんお金はね、もちろんこうあのちゃんと持っていては欲しいけど、そこでなんかすごいあのなんて言うんだろう、なんかそんなこうジャラジャラこうギラギラしてなくても、まあ、素朴な感じでもいいかなと思いますけど、まあなんだろう、自分のもの、自分の好きなものをつけたらいいんじゃないって思うんですけど、なんかその見栄を張ってつけるとかじゃなくて、自分がただ純粋に好きだからなんかつけたいから、自分の好みでねこうつけたいからつけたいんだみたいなのはめちゃくちゃあのいいと思います。そういうのはね全然自由ですしね、個人のでもアイリーはあんまりまだ価値が全然、時計の価値とか全然気づけなそう。大ちゃんありがとう。そう、自分が使いやすいものとか、まあ、身につけたいものつけてたらいいとは思いますけど。あ、そう、あくまで好みでつけてたらいいんじゃないかって私は思うんですけど、なんか何の時計をつけてても私あんまりわからないかもしれん。フィリピンさん面白い女そんなギフトあんの。本当に申し訳ないけど、これ高いんだよこの時計って言われてもあんまりピンとこないかもしれない、まだ今の私はお子ちゃますぎて。でもいやでもそうかっこいいとは思いますよ、そういうなんかつけて素敵だとは思うけど、このたなんかわからないかも私は。身の丈に合ってること、確かにね、身の丈ね、確かにね、人間背伸びしたくなる生き物ですよ、ね、あー時計しないよね、うん、そうなのかなやっぱ。あ、大ちゃんありがとう。アップルウォッチいいよね。でも時計集めるのが好きな人もいるし、車がいい、本当になんか好きな人もいらっしゃるし、なんかでもまあ自分の好きなことに、なんか好きなように、まあね、自分のお金は自分でね使うのが一番、好きなように使うのがいいよね。そうそう、自分の好きなものに使う自分がそれがいいんじゃないかと思うよ。趣味に没頭できる人っていいよね。へー、いいと思うよ。けどそのなんだろうね、あのその趣味のさものにもよるというか、なんていうの、例えばゲームが趣味とかの人、一緒にゲームとかできたらいいんだけどさ、なんかゲームとかでもうすごいこう、例えばさみんな彼女がすっごいゲーム好きで、ゲーム好きもう一日ずっとゲームしてるみたいな、で僕のことはもう放置みたいな、でもそういうのだとさもうダメじゃないですか。だからさ、そう、なんて言うんだろう、塩梅むずいよね、塩梅みたいな、その没頭する時とその切り替えみたいなのがさ、なんかちょっと
悲しいじゃないですか、もしそういうパートナーとかがさいたらさ、まあ、一人だったらいいんだろうけど、だからなんかすごい私は思うのは一人の方がやっぱ楽なんじゃないって、なんかそういうさ一人の方がなんかそういうのが自由じゃないですか、お金も時間も自由だよね一人だとって思うんです。でもあの理解のある人だったらいいと思うけどね、そういう好きなだけ趣味の時間もう費やしなみたいな、もう本当に心がもう超広い人だったらいいんだろうけどね、一緒にマラソンしてくれる人なんていないよな。でも私は思うけど、なんか一緒にマラソンなんかいや走ってくれる人とかはいいと思うんですよ。てかさ朝とかランニングとかさ、こう誰かと一緒に走るとかだったらすごいあの楽しそうって思うんだよねサフボン、うん、大ちゃんありがとう。楽とは思うけど寂しくなるよ。確かに確かに寂しさ。あ、一人だと楽だけど寂しいよって。あーなるほど、なるほどね。でもその趣味によるんじゃない、寂しいかどうかっていうのは。まあ、ゲームとかだったらまあ誰かとかオンラインプレイしてるとか、世界中の誰かとオンラインプレイしてるとかで寂しくないかもしれないし、こういうファンの方とかもアイドル応援が趣味の方とかはなんか推しがねいて、推しと会えたりして推しの活動をこう日々見守ってる、そこで寂しさがないと、あのなんていうの、寂しくない、まあその趣味にもよるんじゃないか。なんかアイドルを応援するとかって決して一人でする完結するものじゃないじゃないですか、推しメンがいて成立するじゃないですか。だからそう一人じゃないっていうのはあるじゃん。でも一人でする趣味だってもちろんあるから、そうその趣味にもやってね違うとは思うんだけど、ピーシアさん、ピーシアさん、ピーシアさん、あすごい、そんな感じだよね。でも冬は確かに人肌恋しい時期ってことですか、皆さん寂しくなるよって仲間仲間がいると楽しいとかね。おたかつって素晴らしいよね。いや本当に楽しくおたかつできたら素敵だよ。え、もう時間、あら皆さんありがとうございます。今夜も長々とお付き合いいただきありがとうございましたじゃあランキング読もうかな。13位、13位は愛の里さん、わお初めて。12位、ジェイちゃん。11位、ヤクさん。10位、ひしむらこうさん。9位、まっちゃん。8位、こばこば。7位、ズッキーさん。6位、タータンさん。5位、フジピーさん。4位、フォクピグさん。3位、くにしおさん。2位、大ちゃん。1位、ぞうきんさんです。なんかすごいありがとうございます。おやすみ、明日は夜公演よろしくお願いします。皆さんおやすみなさい、バイバイ、ありがとう、おやすみ、バイバイ。